日本語は、えー、アクセントの変化というものがですね、あまりなくまた音の高さも、えー、割と平坦な言語だと言われていますね、えー、それに対してですね中国語なんていうのはですね、音の高さも強弱も激しく変わる言語だと言われていますね、えー、じゃあ英語はどういう特徴があるかということなんですが、うん、音の高さというのは、まあ、疑問文なんかであげたりとかですねもちろんそれはありますがそれほど変わりませんが 音の強さですよねアクセントというのは非常にメリハリのある言語だというふうに言われているわけですね。えー、日本語でももちろん、えー、アクセントというもの、どこを強く読むか、まあ、そういったものはありますから、まあ、それも違うとですね、えーまあ、標準語、えー、というのとはちょっと違って、えー、多少違いますが、えーまあ、あの地方地方の鉛、ねえー、そういうものだということでですね、特に、えー、コミュニケーション上大きな支障が出るということはあまりないんですよね。ところが英語の場合には アクセントを間違えるとですねもう全然通じないという場合が非常に多いんですねですからアクセントというのは英語を勉強する際には非常に大事っていうことで、えー、注意して勉強していかなきゃいけないわけですよねでここにちょっと面白い話がありましてですねそれを紹介したいと思いますね。うん、ある有名な英語のの先生が飛行機に乗った時の に実験したというこれ本当にあった話なんですが父はですがですね「which would you like tea or coffee?」と、ね、お茶になさいますかコーヒーになさいますかと聞いてきた、ね、それに対して「t e a please coffee please」と、まあ、そういう答え方をするんでしょう普通だったらねこの人はですねこういう実験をやったんだそうですよね「tuffy please」とね 静かなところで言ったらこれはもはや通じないと思いますが飛行機の中ねえ割と騒音ザーという音がしてると思いますね飛行機の音そういうところでターフィープリーズと言ったらこのボインのあーという音これがスチュワーデスの耳には入ってるわけですねすると T なのかカーフィーなのかこの部分がポイントになってるってことでこういったところはまあ ザーッという音に消されてあまり聞こえてないちゃんとコーヒーをついでくれたということなんですねその他マフィープリーズガーフィープリーズこんなのを実験してみたけどちゃんとコーヒーをついでくれたとねところがですね発音は同じでもアクセントを変えてみてですねカフィープリーズというふうに言ってみたんだそうですカフィーとねそしたらこの辺はほとんど聞こえてないわけですねこの音が強いだからスティアテスはあっ T のことだなと思ってこちら側をついてくれるね、えー。一番強く読む部分ここが、えー、よく聞き取れているってことですよね。P please, K please。五十件もしたそうですね。するとちゃんと T が、えー、T をくれたとね、えー。ということですからやっぱり、えー、アクセントというのはいかに重要かっていうことをですね示すまあ、いい例だと思いますね。まあ、そういう意味でアクセントというものを特に注意して勉強してください。